こんにちは、サードロです。今回は本日より開始されましたディアブロスアーシュイベントに付随して、こちらの砂漠の方向イベントパックっていうものが発売されています。ねこれがスマホ版のストアとウェブ版のストアですね、両方ともに追加されているんですが、このスマホ版の方がちょっと罠というか、これ本当に内容合ってるのかなっていう内容になっていますので、今回はこのパックを買うべきなのかっていうのも含めてお話をさせていただこうかなと思います。 で、早速内容に入っていくんですが、まずスマホ版の砂漠の方向イベントパックですね。こちら内容を見ていくんですが、購入は1回限定となっています。で、発売期間が本日ですね、11月20日の朝9時から11月26日の21時まで購入することができます。で、内容を見ていただきたいんですが、なんとペイントボール3つ、ギ取りナイフ2つ、回復約5個で2100円というパックになっています。で、これを金額計算していくんですが、 まずペイントボール3個っていうのが540ジェムですねで、ハぎ取りナイフが2回分で600ジェム回復薬5個が300ジェムになりますので合計すると1440ジェム相当のアイテムが入っているんですよで、スマホ版の場合は1ジェム1.5円で計算することができますのでなんと1.5円計算しても2160円分のアイテムしか入ってなくて2100円なんですよねなのでスマホ版のジェム換算しても60円しかお得になりま ませんし、ウェブストアの場合は1ジェム1.4円で計算することができますのでその場合はなんと2016円になるんですよねなのでパックの販売価格を下回るんですよなのでこのパック買うぐらいだったらウェブストアでジェムを購入してそれでアイテム買った方がお得になりますのでこれは注意をしていただきたいですしこれもしかするとパックの内容ちょっと間違ってるんじゃないかなと個人的には思ってますっていうのがまずスマホ版のパックになりまして次にウェブストア版の内容を見ていき いくんですがこちらは3500円で回復薬が10個ペイントボールが6個ハぎ取りナイフが5個ついていますで金額に直すと回復薬が10個で6 0 0ムペイントボールが6個で1 0 8 0ムハぎ取りナイフが5個で1 5 0 0ムになりますので合計3 1 8 0ム相当のアイテムが入っていますでこれをウェブストアの計算ですね1.4円で計算すると452円分のアイテムが入っていますので、まあ、約1000円分ぐらい得ですよって感じですね まあただこれに関してもペイントボールとか回復客がそこまでいらないという方は得にはそんなにならないと思うんですがディアブロスイベントで相互ペイントする人とかそういった方はペイントボール今回必要になってくると思いますのでそういった場合は普通に得だと思いますなのでウェブスター分のパックは買ってもいいと思うんですが スマホ版は明らかに損になってしまいますので、まあ、これもしかしたら本当に内容が間違ってる可能性があるので、もし運営さんからまた何か発表あれば固定コメントとかに追記しようとは思うんですが、現状は買わない方がいい状態になっていますので、注意をしていただければなと思います。ということで今回は本日より発売開始されました砂漠の方向イベントパックについてご紹介させていただきました。これからももうハンナウの動画を上げていきますので、よろしければチャンネル登録、高評価、コメントくださると嬉しいです。バイバイ